なんか作るかや。任せろ。鬼どもの姿がすっかりなくなったな。ここまでたどり着いてはおらぬのか。もしくはすでに。すでに鬼どもはこやつに平らげられたか。やだやだ、怖い怖い怖い、うちに帰る。おひいさま、しっかりなさいませ。こなりゃ、やぶらかぶらじゃ。どこを見ておれ。いけ。どこを見ておれ。こっちじゃ、こっちじゃ、こっちじゃ、とそこ。もらった。
足蜘蛛のムクロをヨモツガミに変えておったのはこやつであったようですな。鬼どもはそれを止めるためこの火山を攻めたという筋か。あやつ、最後に人がどうとか申さんかったか。はて、妙にございますな。この島において人とは峠に住むあの者たちだけのはず。やつが火に沈んでしまった今となっては考えるだけ無駄か。早く帰ろう。これで川の水も戻ればよいのですが。そのヨモツガミとやら、そのようなことを。なんぞ心当たりはあるか。我ら足蜘蛛族を飼っていたのは紛れもなく鬼であった。だが今となっては鬼どもにしては統率が取れすぎていたようにも思える。まるで焚き火と共に戦った時の我らのように。獣鬼とは本来地を越えた群れはなさぬものじゃ。各地におった主とも違う。何者かが上に立っておるのやもしれぬな。それがあのヨモツガミが言っておった人であると。覚えておいでですか、サクナ様。我らの他にも頂の世に人が迷い込んだこと。そうだったか。サクナ様が雨の浮き橋にて蹴り落としたもの、山賊の石丸にござりまする。もしそうだとして、わしらより早くこの悲鳴に現れ足蜘蛛たちを狩るなど果たしてできるものか。それでなくとも人が鬼を滑るなど。いや、なくもないか。石丸とやらが放り出されたあの霧は時もなく所もなく未だ何にも定まってはおらぬもの。いわば二つ世のもとなのです。雨の浮き橋とはその不確かなる時と所をつなぐため初代カムヒツキ様が作られたであったか。ですじゃ。そしてあの霧に定まった時もなくところもないのであれば、そこに放り込まれたものは一体いずこにたどり着くのでありましょうな。例えばお前たちが訪れる前のこの島にということか。石丸がこの島に。待て待て、気が早いぞ。今分かっておることは鬼を束ねる者が西の砦におるかもしれんということだけじゃ。詳しくは行って確かめるほかあるまい。そうですな。おひいさまの力も大きくなられた今であれば砦攻めもなし得ましょう。砦を制すれば晴れてこの島はわしのものじゃな。カムヒツキさまもさぞお喜びに。仲良うやっていこうぞ。あとはもう少し資料分別というものを身につけていただければの。
様、何か作りすかよ。それでは、
それに戻りましてございまする。何か作るですか？何か食べるますか？Yeah!
こを見ておれ。
を見ておれ。なんか作るかや。くらえ、それ、落ちよう。
Ha!
間を置いて植えたぞ。Thank you.
おい、何をしておる。あ、神様、ごけんなさい。おう。おう、ではない。わしが取り立て目に不審しておる間に、なんでお主らはうちに鬼をあげとるんじゃ。近くの採集地で倒れているところを皆で見つけましてな。刀傷もあることから、おそらくは仲間内で寄ってたかっていじめられ、命からがら逃げてきたのではないかと思われまする。モンズひでえおびえ方してて見てられんかったちゃ。歩けるようになったらのに話しましょう。ならん、ならんぞ。鬼は鬼じゃ。お姫様のおっしゃる通りじゃ。それは尋常なる獣ではない。鬼とは横島にして悪であるがゆえに鬼なのだぞ。逆ら恨みこそすれ恩義など感じぬ。今とどめを刺しておかねば、後で何があるか分かったものではない。しかしこのような深手で何ができましょう。もうウサギならこれまで何度も殺してさばいて、皆が皆食ってきたではないか。何を今さら綺麗事を。うまくは申せませぬ。身勝手も承知の上。しかしどうしても放ってはおけぬのです。裏からもお願いだ神様。助けてやってけらい、てけらい。恋な震えて息も絶え絶えで、とてもじゃねえけんとも恋なの殺せぬす。とどめば刺すべきだ。甘えのもいいけんどもな、ほいでこっちが殺されちゃ元も子もあんね。金太がほいのこと語るなんてやんだ。あ、少しでも歩けるようになればすぐに追い出す。それまでの間じゃ、いつまでもここで飼うつもりはないぞ。お姫様、なりませぬぞ。二度は言わん。さくな様。神様。おいボケ侍、刀は手元に置いておけ。いざとなればお主が切るのじゃぞ。わしは風に当たってくる。お姫様、お待ちくだされ。おどいつもこいつも。Thank you.
何か食べるますか？始めるぞ。認める。
なんか作るかや。神様、何か作りすかや。わかった。できるまで一人にしてけらいんね。行けー！もらった！そこ！
実りが減ってしまうんだったな。そろそろ水を抜く頃かも。Thank you.
なんか作るかや。
実りが減ってしまうんだったな。そろそろ水を抜く頃かも。
どこを見ておれ。はっ！
だまだ早熟じゃ。No!
そろそろ水を入れるか。何か食べるますか？何か作るですか？いただきます。そろそろ水を入れるか。なんか作るかや。
それでは。
よしよし。これに戻りましてございまする。いただきます。